はい、ということで始まりました元町映画館公式 YouTube チャンネルシネマ広間ということで、今日はもう皆さん SNS で話題沸騰のあの映画のお二人をゲストにですねお招きしましてご紹介したいと思います。早速ではご紹介、あ、もういきなりいいですね、このビジュアルが入ったら、あの二人じゃなと。いいですね、この感じ、この感じですよ、この映画。まだ公開始まってないですけど、ご紹介しましょう。ミポリンからお二人に来ていただきます。では自己紹介お願いします。このミポリンという映画を監督しました松本大輝と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、ミポリンでーす。いいですね、この慣れてない感じ。YouTube 慣れしてない感じ。これですよ、皆さん、これがこれですよ。この方ですね。カッキーさんですよ、はい、これアイドルを出した映画なんですけど、はい、この子ですね、この子が、はい、この子、このビジュアルの子、見えてるかな、はい、ゆかちゃんというですね、地下アイドル、オーソレミオという架空の地下アイドルユニットのセンターの子なんですね。でこの子が歌がちょっと残念な、冒頭びっくりしました、はい、披露させていただいたんですけども、はい、下手くそで、でプロデューサーとマネージャーがどうにかしなきゃいけないと思うのか、ね、はい、ということで同じメンバーのこのつてを使って、はい、ボイストレーナーの先生のレッスンに行くんです、ね、それもそれなんか、はい、そんなこともあんねんなと思っちゃいました。はい、はい、それでそれで、はい、はい、そのボイストレーナーの先生が、うん、美穂という名前なんですけど、はい、美穂役を演じたのがこのカッキーこと、はい、カキワサミさん、主役としてでは考えてる、はい、そうですね、はい、主役で、この美穂がですねちょっと変わった先生でして、ちょっと変わった先生、はい、このミポリンっていうのは何かっていうと、はい、ミホがユカちゃんに、うん、私のことをミポリンと呼びなさいみたいな、はいはい、私先生のことをね、はい、そのことからミポリンになってるんですけど、ちょっと変わった先生のもとでこのユカちゃんがレッスンをするんですけども、うん、まあ、そのレッスンを進めていく中で、はい、非常に恐ろしいことが起きてしまうと。ということはこれは、はい、まあ、ジャンルを分けるとあえて分けるのはホラー映画ってこと、ホラー映画ということで言わせてもらってるんですけど全然これがですね、はい、怖くできなくってですねコメディみたいになっちゃう。そう、ホラー映画って難しいですよ、怖くするのって難しいですよね、確かに。そうですね、はい、それでもホラー映画なくコメディみたいな。そうですね、はい、でこのゆかちゃんが果たしてこのミポリン先生から逃げられるのか、どうなってしまうのか、はい、うん、それは映画を見て皆さん、まだ見てない人がほとんど大勢いらっしゃるということで、はい、そうなんです。もう一作目はこうホラーじゃないですか、はい、大体一作品目って、まあ、気合い入ってちょっとこう自分の好きなこういけたイケイケなこう映画撮ったりするじゃないですか、ちょっとドラマが、なんでハワルコースなんかハワルコース勉強させてもらって、デビュー作って一生残るじゃないですか、一生、まあ、初女作ってずっとこれからの巨匠になる方にも残る、それをあえてこういう、まあ、ホラーじゃないコメディみたいな形で撮った、なんかきっかけは何かあるんですか。そうです、まあ、一つも簡単に理由を言うと、まず金がないのでいかにこう役者さんの数を絞ったりとか、はい、場所を絞ったりする中で、これは監禁のホラー映画だったらこれ低予算でできるんじゃないかな。そうなんですよ、はい、で、いろんな映画を見かしていった中で、はい、ミザリーというですね、はい、昔スティーブン・キングの、ね、はいはい、映画があったんですが、うん、これを見た時にこれだと思いまして、それはいつ見たんですか。それは結構前、ちょうど1年前、1年前なんだ、それです、はい、8月の頭にですね、はい、見てこれをやろうと思いまして、でこのミザリーを柿尾さん、日本版ミザリーを柿尾さん主演でもうだから柿尾さんありきなんですよ、女優映画、女優映画、はい、ああいいですね、怖いわ、そして柿尾さんがいなかったらもうこの映画見てきてないと思って、柿尾さんはこれ関係ないこれでもある程度仲良くなった感じが今すごいしてるみたいな柿尾さんは柿尾さんでもともと映画とかに出演したいなって思ってて、まあ、今女優さんやられてるってことですか。あのね、私元は声優を目指してたんですよ。あ、そうなんですか、はい、それは結構その1年前以上からずっと、あ、ずっと前から、ずっと前から声優、はい、がまず目指したのが声優だったんですけど、ちなみになんか好きな声優さんとかキャラクターとかあるんですか。ああ、あの全然あのお恥ずかしい、あのね、多分ね、声優好きな人にはね多分年代がバレるんじゃないかと思うんだけど、関俊彦さんっていうね、聞いたことあるな、アニメで言うと、ね、アニメで言うとあのね、ヤワラ、ああ、ヤワラの、はいはい、松田さんってあのその
新聞記者の人。わかんない。やばい、年代がバレる。いいですね、いい感じに、あーっていうキャラ。コミさん、コリンファースが大好きなんです。ちょっと顔濃い。そっちなんですよ。なるほど。コリンファースが、おじさまが好き。おじさまが好きなんで。そう、好き。じゃあ、ミポリンおじさんは出てきましたっけ。残念ながらね、残念ながら最初ね、怪しいおじさん、最初ね、あの脚本の構想の時にはコリンファーストを出してくれるっていう話をしてくれた。絶対出さない。キングスマンみたいなバトルシーンをやろうみたいな、わけわかんないそういうなんか、あれ、口説き文句あったんですか。そうですね、まあ基本的にダマクラ出してますよね、役者さんたちが。いや、初監督ですから。え、でもそれじゃ あのカッキーさんとかだったらこの映画出るってなって、なんかこう目標じゃないですけど、こんな感じかなって思い描いた映画とかあるんですか。こんな感じの女優さんかなみたいなとか。いや、あ、でももう最初の段階で私もあのミザリーの DVD を貸していただいて、はい、それを見てたんで、もう本当にキャシー・ベイツさんの、なにわのキャシーベイツ。なにわのキャシーベイツ。めっちゃ味濃いもん。それで、じゃあもう結構ね、映画も見させていただきましたけど、もう叫ぶシーンとか、結構あの顔中のシワをキュッと凝縮させてこう叫ぶシーンとかもよくある。あんなんとかは結構でもオリジナルですよね。映画にはあんまりそういうシーン、あのミザリーにはなかったような気がしますけど。そう、激高するシーンっていうんですかね、あれね。いや、だから本当にね、ミザリーのキャシー・ベイツはすごい可愛らしいなぁと私。そうですね、お人形みたいな感じで ね、はい、本当に可愛らしいんですよ。そこを目指したかったんやけどな。でもなんか、カギオさんの中でやっぱりキャシー・ベイツを超えてやるんだっていう、やっぱ思いがあったんですよ。超えようって負けてられへん。何屋のキャッシーベース見せたのやないかっていうので、あれ、そうですね、焼けちゃうのキャッシーベースいや、それはどうええの、そんなに。いや、そうですね、だからあの最初に思い描いたのと柔軟にですね、言い方よくすれば、はい、あの撮影段階でいろんな皆さん提案してくださったとか、偶然起こることとかもどんどん取り入れていって、もうむちゃくちゃな映画にしたいろんなね、アイドル映画とかもありますけど、コメディ映画もありますけど、結構内容的にはこう重たいかなと、ちょっとテーマ的には重たいと聞いたんですけど、お二人はアイドルとかのことにニュース興味あるんですか。あのね、あのでも、あの別に好きだったらどうだろう、分かんないんですけど、あのね、初めて言いますけど、私初めて買った CD が中山優子やったんですよ。はい、逆になんでそうなんて言われた。しかも CD じゃなくてレコードやったんです。いや、私はあの年あれですよ、その年言ってないよ、レコードが一番の CD だった頃じゃない。言ってきましょうよ。あのね、あのミポリンって映画なんだ。子供の頃になんでそれ言わないの。あの夏休みの宿題かな、はい、あの自由研究かなんかで、はい、なんか蓄音機を作るみたいなことをして、であのせっかく作ったから、まあ、やっぱり鳴らさないといけないからっていうので、あの親にお願いしてレコード買ってもらったんですけど、はい、それが中山美穂だったんです。それのまあ10年後そう、まさか自分が美穂んやね。めっちゃ笑ってる。え、それそんなことあるんですね。すごい繋がってるんです。僕アイドルやから敵やんのね、あの、はい、大きいあの事務所さんの男のアイドルを言うかなとか、うん、女の人のアイドルっていうことは今すごい新鮮で、あ、そうですか、うん、いや、本当にそれもっと言うべき。そうですか、そういえばそうやったなっていう。これこれやね。なんで隠し持ってたの。いや隠してたつもりはなかったんですけど。でもそれは多分通じるもんがあったんですよね、多分ね。松本さんとか好きなアイドルとか、いや僕全然そのアイドルこの好きとか全くなかったんですよね、はい、ただ仕事でやっぱりその関わるアイドルグループなんかそのライブを、はいはい、あの PV を出してもらったりとか、はい、そのやっぱりどんどんそのアイドルがこう有名になっていくというかファンをつけて、はい、関係が見ていると、うん、やっぱりあのすごく思い入れは強くなって、強くなって、はい、で今回の楽曲を提供してくれた、はい、そのアイドル教室さんっていうグループはアイドル教室があるんです。
ですね。はい、そうです。名古屋のご当地アイドルで、なんとお寿司屋の大将がプロデュースしてるという、ちょっとまたこれ一風変わったご当地アイドルなんですけど、はい、アイドル教室さんとかやっぱりちょっと思い入れがあるといいますか、はい、それやっぱりアイドル教室さんのいろんなその思い入れがちょっと詰まった、はい。ちょっとじゃあ経験が知ってるからこういう映画もできたっていう、そういうことある程度なんかこう人脈ですか、大切なもの。あ、でもそれはあるかもしれないです。やっぱり人の応援でやっぱりあの今回オーディションとかもしてるわけじゃないですし、掛布さんとも一度仕事とかしたことあるあのマネージャーの鈴木さんとも以前から、うん、やっぱり人間関係で今回作らせてもらったっていうのがあると思うんで、それはありますね。いや、この9月から12月にかけて多分大忙しいと。うん、そうなってほしいですけどね、急に9月から暇になってくるあれいやいや、某大手配給会社の配給がつくかもしれない、わーわー言うてたら、夢人気の、5月の夢人気さんがみたいな、神戸三宮のグループオート、何するんですか、あれ、僕、全然知らないですけど、毎回聞かれるんですけれども、これね、一応配信はそれまでにしようと。ありがとうございます。なんか何するんかだけ僕も聞いとこうって言いますけど、あの、まあ、劇中に出てくる大曽根美桜という、はい、その声優地下アイドルユニットがあるんですけども、はい、その大曽根美桜ライブをしますという体でのプロモーションですね、うん、だから、はい、あのもちろんあのメンバーのこのゆかちゃんだったりとか、うん、りなちゃんが歌ったりっていうのもありますし、はい、その中でのいろんな、寸劇ですよね。でプロデューサー寸劇もあるんですか。あります。あのコントです。コントが入ります。入りつつの、はい、これがちょっと映画とリンクしてくるんですけども、はいはい、映画では語られることのなかった何かがな、はい、はい、このライブのコンセプトが、はい、ラスト5分、ライブの全てがぶっ壊れる。またあるんですね。あるんです。ラスト5分にすごい仕掛けを用意してますので、ぜひ騙されたと思って皆さん。何分あるんですか、総合計は。30分ぐらい。ええ尺やな。ええ感じで騙されんねやろな。すごいことが、もう本編よりも衝撃的なことがラスト5分に起こってしまいますので、はい、もう知ってるんですか。いや知らないですで何も知らされてないので、何も台本もまだないので、あ、なるほど。もう言います、もう本編いいから2日のライブに来てほしいでもなんかそんな気もしてきましたなんか2日満足したらもう多分ええんかな7日から本編はもうええんかなと思ったりしますけどいやいや、まあどっちもね、来ていただきたい。でも生でアイドルが歌ってくれるんですね。じゃあそう、主題歌ですね。主題歌を、はい、歌ってくる。あ、そう、挿入歌でこのラストティーンズっていうのがあるんですけど、それはもちろんあのご利用させていただくんですが、うん、今回このミポリンを応援してくださっているミュージシャンの方がいまして、はいはい、ミュージシャンの方が今ミポリンのその主題歌を作ってくれてるんです。一から作ってくださってるんですよ。やばい、まだ間に合ってない感じでしょ、でしょ今の感じ、今の言い方、うん、はい、でこれからみんなでその楽曲が上がってきたら、本当に初してお披露目が、初お披露目です。僕もまだ聞いてないので今こんだけ喋ってるけど舞台上だったらシーンってなるとたまにいますから全然喋らへんやんみたいな人いますから、あ、緊張がね、緊張が、そうそう、体が描かれてあ、緊張しまくってた。あ、そうですね。それもあるかもしれないですね。あれ、あのラジカの雰囲気なんや。ああ、そのあたりちょっとこれから。これからね、ブラッシュアップしながら緊張を解きほぐして、あのミポリに出てくるキャラクターみたいな感じでみんなが揃ってくれると僕はあの祈ってます。あ、いや、神戸初ですからね。神戸初の映画ってなかなかないです。こんだけ盛り上がってるのを僕も見たことないです。SNS が湧いてるし、もうアホみたいにマイルドと売れてますから本当にそうですか。アホみたいっていうことはこういう意味ですよ。めっちゃ売れてるってことはみんな楽しみに、あ、嬉しいですね。いや、それは、いや、だから9月2日、そしてまあ9月7日から公開でミポリン、そうですね、いや、まさかミポリンのレコードを売ってるのか恥ずかしの情報もありますもんね。いっぱいネタ持ってんねんなって思いますわ。そういうネタを、そういうネタを多分これから、この収録がなければ知らなかった、知らなかった事実を、はあ、いや、もう必要、そんな貴重な話じゃないけど、いやいや、これからどんどん使っていきましょう。もうだってもう動画でインタビューするのこれが初です。ね、多分初めてなので、これがきっかけで全国の団体にこれを顔出しです、ね、見るようにあ、そうめん、あ、そうめん、あ、
ほぼほぼですね、動画での顔出しは素人やん。まあ、こんな感じです。こんな感じでね、はい、あのだからこのビジュアルで見たら大体ちょっとうわ怖い映画なのってなるんですけど、はい、そんなことないと。そうです、こんなに楽しい皆さんがやってる映画ミポリンです。そうなんです。本当にもう元町さん本当に今回初めてあの上映も決めてくださって、はい、いろいろプロモーションも協力してくださって、いえいえ、もう一石も空席を出したくないという気持ちがもう本当にありますので。そうですね、皆さんもう本当にもう申し訳ないんですけど、騙されたと思って本当に騙されたと思ってこう足を運んでいただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、まあ、私もそのこの元町さんで、はい、あのしょっちゅうチラシ配りをさせていただいてて。そうですね、ありがとうございます。でやっぱり大体これを見てね、いや怖い、うん、怖くないよ大丈夫だよ、全然怖くない、むしろコメディコメディってずっと訴えかけてるんですけど、はい、なかなか皆さんね、やっぱりこれでいやいやいやだ怖いですよね。そうそうそう、言われちゃうんですよね。全然怖くない、私がいかつい顔してるだけなんで、はい、ぜひぜひ来て見てください。お願いします。ありがとうございます。いやいや、もうこのビジュアルが逆にでもみんな若い子は目引いてますからね。目、そうですか。私もこんな絵描けるようになりたいっていう謎のコメントも映画じゃないやんって、こんな絵描けるようになりたい、画家志望の子がこんな絵描けるって全国に先駆けての先行労働賞、はいはい、19時20分ですね。そうですね、はい、連日監督も含めて、各さんも含めて舞台挨拶来ていただく予定なので、はい、頑張ります。楽しみにピポリ待ちましょう。はい、楽しみましょう。本日のシネマヒロムのゲストお二人です。本当にありがとうございました。ありがとうございました。